はい、どうも皆さんこんばんは。 BGスール所属 ADC だとのびびろよです。それとサポート担当のレックスです。いや、本日の動画はですね、デュオレーンがこのタイミングで何を考え、何に気をつけているかっていうのをもうめちゃめちゃ声に出しながらやっていきたいと思います。そういった企画になっております。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。はい、ってことでですね、まず構成ですね。こっち AD が、AD サポがザイラカン。で、アカリリリアクションで相手が後期ブリッツという感じになってますと。まず連戦は、もう引っ張られないこと。本当にそれ大事です。それだけ、あともう殴るだけ。以上。以上。っていう風に、まあ何に、相手の何に気をつける。で、こっちの強みは何かっていうのをまず考えることが大事です。構成の。そして今回それをダダ漏れしながらやっていきたいと思います。です。じゃあまずね、僕らレベル1最強のザヤラガンなんで、まず敵をぶん殴りたいですと。ってなったらリーシュはしません。リーシュしたくない。そうだから、ピン高でもいかないよ。もうここに行きます。僕はここに行きます。誰で敵側連武士に入って敵をぶん殴ります。もう何も聞く、何も聞こえない。あ、バレました。おっと、敵が来てる時は行かなければいけない。そう、そうだろ。待って、これ反対こう、じゃあ一旦ね、ここらもリーシュしてあげよう。こうなったらさすがにリーシュしよう。でもこうワード置いちゃう。オッケー、いいだろう。ブリッツはもうデュオレンに見てる。これはそう、もう引っ張られたっていい、このタイミングが。そう、なぜかブリッツが強いんだ。2レベルからいけ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 、殴れ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 、フラッシュキル、フラッシュキル、キルフラッ、殴れ殴れ、うわあ。オッケーオッケー、ファーストブラッド取りました。これでオッケーです。幸せです。そうです、まずいです。これは大丈夫です。ナイス。はい、勝ち。こういうことですね。僕はこれを狙っていました。本当ですかね、これは。これに関しては本当にそうです。もうフラッシュに指を置きながら、もう相手が来るのをしんみりしんみりと待っていました。今しんみりしんみりとさ、ブリッツが見えてますと。そうですね、ここ言わないといけないの。相手のサポートが消えたら僕たちは言わなければいけません。そうそう、ブリッツが消えましたと、これを言うべきでした。そうです、これは遅れてからでもいいので絶対言うようにしましょう。まあ、そして、1分25秒のタイミングで、まずここパリンされました。ここブリッツかもしれない。そしてイレリア上、そして相手のジャングルが見えてないということは、ジャングルは下なので、ここはダメージトレードを行ってはいけません。さあ、下かには敵が触ってないのが見えてます。おっと、相手のブリッツが。ただ、でもこういう甘えはさすがに咎めてもいいです。何をやっちゃいけないかというと、相手のこのラインですね。ここの半分を超えないライン、この辺ですね。ここを超えないように、ダメージトレジャーを行っても大丈夫です。はい。今相手が過剰に侵入してきたので倒しちゃいました。倒しちゃいました。一旦ワード置いときましょうか。そうそう、ほらカジがいるんですよ、ここ。上に現れないってことは下なんですよ、これ。そうなんですよね。なんでここはまだここを勝ってますね、多分相手は今。あ、でもそこ青は勝ってるんで、はい、グロンポを勝ってます今。なるほど。さあ、イグナイトが上がりました。ちょっと見てもいいですね。カジは5から強いから、まあグロンプ勝ったら5になるんですけど、まあ気にせず、はい、これ僕入りたいな。 EW で入りたいな。ブリッツいるかもしれないから、ダブリで入るよ。ブラッツフリッシュない、フラッシュない、フラッシュない、まだフラッシュない。で、これスネア、もうバック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 、もう。さあ、イグゾーストが落ちました、相手の。カジが来る可能性あるんでね。で、そしてピンが抱きまったかれました。帰れます、帰るんで、帰れるなら帰ります。で、一緒に帰りましょう、サポート。あれは。ザイラカンはね、片方がリコールしてるところにね、後からリコールボタンを押すと、ついてこないできます。ね、それはそうです。ただでまあ、普通にサポが帰るなら ADC が帰る、ADC が帰るならサポが帰るっていうふうに、もう連動しないと、ダイブされちゃうんで気をつけましょう。そうですね、一人ぼっちになるとね、相手のチャンスになってしまうんで。そう、ADC は可愛い可愛い子なんで、一人で何もできないんですよ。そうですよ、ヤットさんも本当に可愛いんでね。そう、俺は可愛いんですよ。気をつけてください。ちょっと僕は水戸にガンクしに行こうかな。そう、なぜガンクしに行ったか。そう、それはこれは ADC が一人でファームできるタイミングなんですね、ここは。なんでここロームしても大丈夫ですよね、サポート。そしてブリッツが見えてないということはブリッツがいませんという。そしてブリッツは下に見えました。
さブリッツ W 使って速度、まあ唯一のブリンクスキルのようなものを使ったから、僕は一回ちょっと下を狙おうかなと思ったけど、カジックスが来てるから無理はしない方がいい、無理はしない方がいい、どうだろうと思ったら引っ張られて味方が削られていたので、ここはプッシュスキル、腕伝いをしてから僕は先にドラゴン側に身を寄せようと思うね。もうこれヘルス減ったったら帰りましょう、一旦帰ってすぐ行きます。長い人も何もできんのじゃ、ヘルス減った、そうじゃ、走れ走れ、何できんかなと思ったのがもう逆に、まなないまなないまなない、後期まなない、それ後期フォーカス旋回、そしてさ入ってるこのタイミング、寄るときはですね、はい、もう自分はもう状況見ながら入るんですよ、もうここフラッシュいいですよ、こんなの。あ、間違えた、ウルト出ちゃった、もうドラゴン取られてる、ジャングルスマイトしっかり旋回あっしゃんで復活した、嬉しいで、このここを寄る寄らないっていう判断あると思うんですけど、僕は相手の後期が寄ってなかったら寄りません。で、ここなさし止めてんで、で、そして後期、後期にみんな気をつけてくださいと。あ、パッケージあるね。でも気をつけながら、まあ、戦おうということで、僕は上側に行きます。そうです、そしてナサスがこのタイミングで帰ったので、帰ってないですね、上が勝つことを祈るだけです、これは。じゃあ後期のパッケージ、パッケージが見えますね。さあ、おっとこれはまずいですね。さあ、オブジェクトまた取られました。味方が倒されました。まあこれはしょうがないです。あ、ヘラルドも流された、しょうがないみたいなとこあります、これは正直。さあ、ネットセンサーが入ったということは、ザヤのスパイクと言っても過言ではない、過言ではない。そして上がヘラルド流されてるから、僕はそのケアに一応行っていく。まあ相打ちです、まあいいでしょう、ようなさすちょっと相手のカジックスが5キル持ってる、ちょっと不安だが、火力がそろそろやばいんじゃないか、やばいぞ。ね、俺が一番育ってる、まさかの、どういうことだ、なんでだ、後期トリニティウォーズじゃないか。まあここをちょっとデュオレーンでそろそろ作りたいですね、まだ間に合うと思うんで。そうですね、これはもう手遅れになる前に作りに行かないといけないやつで、これ今相手のジャングルは上なんですよね。基本的に相手のジャングルは自分のジャングルと反対にいます。いませんでした、嘘つきました。ヒロ、ナイス。で、これブリッツに殺されます、ナイスです。うわー、もう優秀すぎ。さらに敵は今4枚下に寄せていたということは、上側で有利が取れる可能性が広がるということ、まあ、ただこれはチャンスだ。ただジャングルはこっちにいるの、うわーナイスだ、なぜこっちにいるんだ。ああ、わかりました、あのヘラルド取るタイミングすぐ寄ってくるんじゃなくて、一回赤を買って青側に寄ってたんですね、カジックス。これはマイバットです。なるほど、だから今度は下側だったということ。そう、そういうこともある、たまには謝ることだってある。そうだろ、ナイス守り。ちょっと今引っ張られてカジックスの攻撃を食らったタイミングがちょっと正直不安だった。これはアニーがどこかに見えるかによっては殴れるぞ、タワーを。まずいです、まずいです、これは深く深く反省して申し上げますそれはまずいです。カジ912、これはこの試合で最も懸念されてたことの一つです。そう、カジが育つという相手の勝ち筋。まあ結局ね、ドラゴンファイトでわちゃわちゃするんで、わちゃわちゃすりゃええんすよ、こんなもん。そうですね、そこでみんなで打ち上げしましょう、みんなで。うん、カジックスを倒せばなんと今1100円もらえると、なんとお祭りだーい。もう触ってるやん、下側に火事行ってますね、もう触ってるって絶対。え、これ当たらないみたいですね。え、当たんないの、これ
返すタイミングどんどんゼロでいったら余計差開いていっちゃいますね。まずいですねこれ。ただ下も当たって取り返したいところです。下も取れるのかって上か。惜しいですね。ただミッド側に3枚いってる。これ落としきれますね。落としきりますねこれは。待て、頑張れ俺。スニアが倒せ。めっちゃミリにしてる。めっちゃミリにした。ナイスー。羽の位置見てあげて。素晴らしき、この世界。敵チームがリフトヘラルドを倒しました。あれ味方がやばい、引っ張られてる。わあ。とりあえず死んだもしてないから見取られることを確定だ。タワーが破壊されました。できればセカンド守りたいけど、これも正直セカンドも義務する予定だわ。ミッドを引っ張られたくさん。これはサードまで行っちゃう。俺が来たぞ。そうだ、ジャイが来たぞ。さあ引っ張れないぞ、ブリッジ。さあダメージを出せ、ダメージを。火事だ火事。キル取れ俺。よっしゃー、天王役へ。美味しすぎる。うますぎる。ミッド取るぞミッド。うますぎる。こういうことがあるから降伏はできねえんだ。そうだ、味方サレンダープリンスとか言ってるけど、うるせえ、キャリーはザヤだ。俺だ俺だ俺だ。ザヤが無理だって分かるまで行くんだこのバカ人が。ナサツ来てる。無理だうわ逃げろ。正直勝てると思った、無理だった。そうだな、まあ、だがそれでいい。そうサイドが折れればそれでいい。今更のデスなんていいんだ。それと何を交換するかが大事。そうまだいけるぞ。まだ全然いけるぞ。でもこっからはもうタワー狙いつつオブジェクトでファイトするしかないんだ。殺手いるな。兄のドラゴンでは絶対当たりたい。こういう一人の兄のところ狙っていきたい。行きたい。狙っていきたい。狙っていいかな。ダメかな。ダメだよまだ。バレたよ。オブジェクトまでこの間にできることはファイトせずにオブジェクトで勝つための準備をすること。それすなわちそれすなわちファーム。そう俺の近くにいるお前。ああ、アニコちゃんがいる。お、これは当たれるな。火事遠いぞ。いた。待って、これあんまセパるんじゃない俺たち。それはいい、めちゃくちゃいい。当たってる当たってる。これアニーの反転ウルトボーンがそこで待ってるぞ。そう待ってるから避けてあげて。避ければいい。そうだろ。よしよし。そうだって。トップがまずい。誰かリコールしなきゃ。トップなんていいよもう。でも次エルダーでもなんでもない。待って、インヒビターはまずいって。インヒビターはまずいな。ちょっと俺僕だけじゃ解決できない。解決ぞろりしてあげて。これ誰か寄ってきてくれたらスキル取れるんじゃないの。俺行きゃよかったかもしれん普通に。シンプルな話。まあいいだろう。コウキがいるぞここに。気にするな、コウキいない。ちょ待て待て待て、もう無理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 。ちょ本当に戦いたくない、絶対戦いたくない。俺もう危険ピこういう時アタックまくるんだ。ごめん、こわー味方のソロキューのやつみたいな動きしちゃった本当だ。でもあれはチャンスで待った。あれは甘いリコールだ、どう見たって。いや遠いな。あと13秒もかかるよ。あー味方が終わってくる。あー火事いる。わあ倒したんちゃう。でも
倒した倒した倒した勝ち倒した勝ち倒した俺も強いぞ、もうウルトもなかったのに。ウルトあったんかな、なかったと思うけど俺わからん、もうそれすらもわからん。これ味方 TP 積んでくれるかな、やってないんちゃうさすがに。結構ローやったで。やってる。勝てるぞ。諦めるな。どうだ。俺もな、めっちゃ強いんだよな、俺マジで。ちょっと待って待って。うん。いつまにか君がいっちゃん金持ってる。そうだ。勝てる気しかしない。ちゃんと当たれば。だからこっちタンクが俺しかいないんだよな。そう、君はそしてタンクじゃないんだよ。おお、行く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 。よし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 。これ来るやつ全員当たれるぞ。ちょっと待って、イレリアが、ああそれ、それはまずいかもー。手前からでいいや。うん。いけるぞこれ。いける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 。あーにー。いけないかもー。あー孤立してる。あー。うわあ！もう一発取りでいいか？いいんじゃないか？まだ終わらないのか？何してる？わあ、こんな感じで考えてプレイしてます。考えたって負けることある、そうだろ。そうだ、7連敗です。ダメージーちゃんと考えてます。ダメージは出てるんです僕。あのバロンのとこで仲が知らなかったら本当に僕のせいです。こうやって負けた時でもキャリーしとけば勝てる確率はどんどん上がるぜ。よろしくな。よろしくって感じで今日の動画はもうこれでいきます。よろしくお願いします。